の心臓の鼓動があなたの心をきっとずっと震わせ続ける。朝が来る前に、私は、拡張型心筋症という病気で補助人工心臓というものを装着して、日本で、臓器提供を3年臓器提供を待って3年目を迎えております。本日は、私と同じように国内で心臓移植を待たれている方およびすでに、臓器提供を受けた方と一緒にですね、この映画朝が来る前にを拝見させていただきました。映画の内容とても良かったです。私が言えることは、誰しもがいつかは死が訪れます。しかしその時に臓器提供というものによって救われる命もあります。このことを美しくも忠実に描いておりました。皆さんもぜひ、この映画を見にですね、映画館へ足をお運びいただければと思います。最後に、この映画を見ていただいた上で、臓器提供というのは何だろうということを考えていただければと思います。イエス、ノーはどちらでも構いません。考えていただけることが大事かなと思います。ぜひ良い機会になると思いますので、皆様ぜひ、足を運びいただきますよろしくお願いします。